皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回は背中トレーニング定番種目である懸垂、チンニングとラットプルダウンの違いについて解説していきます。広背筋を中心とした背中トレーニングの本当に基本となる種目なので、特に男性の方はね、懸垂もラットプルダウンも両方やってるよっていう方いらっしゃると思います。女性の方だったらやっぱり力が弱いんで懸垂できなくてラットプルダウンしかやってないですっていう方もいらっしゃると思うんですけども、同じような動きをしている種目なんですけども、やっぱり違いがあるわけなんですよね。じゃあその違いってどんなところにあって、どういう場合にどっちの種目がおすすめなのかっていうのを解説をしていきたいなと思います。でまず最初に覚えておいていただきたいのは、懸垂、チンニングとラットプルダウン、どっちが優れているとかっていう話ではないです。どっちの種目にもいいところがあって、時と場合によってその種目をねしっかりと目的に応じて選んでやっていけるようになってくださいねというのが今回の動画の趣旨なので、どっちがいいとかっていう話ではなくて、どっちが今の自分に合ってるのかなと、こういう場合にはどっちが合ってるのかなっていうふうに考えながら見ていただけたらなと思います。では次にですね、それぞれの種目のメリットについてお話をしていくんですけども、まずですね、懸垂、チンニングの方からメリットをお話ししていきます。なんといっても懸垂とラットプルダウンの大きな違いっていうのは、自分が動くかバーが動くかの違いなんですよね。もうちょっと分かりやすく言うと、ラットプルダウンが座ってパッドにしっかりと体が固定されている状態で行えます。懸垂、チンニングの場合はバーにぶら下がって自分の体が固定されてない状態でやることになるわけなんですね。ここによる違いがすごく大きく出てきます。懸垂のメリットっていうのも、体が固定されてないところから来るものが非常に多くて、まずは懸垂の方が体を安定させるためにより多くの筋肉の力を使います。なのでその分ラットプルダウンに比べてよりですね、一度の動作でたくさんの筋肉を鍛えるのに非常に向いてます。懸垂でやってる方なら分かると思うんですけど、結構バランス取るの難しいですよね。何も考えずにひょいひょいひょいって上がってると、結構前後に体がぶれちゃって、しっかりとねまっすぐ上げて下ろしてするためには結構ですね、腹筋ですとか背筋ですとか、この体幹の力使うんですよね。そういうのもありますし、同じく姿勢を安定した動作を行うために結構肩周りの細かい筋肉もよく使われるようになるんですね。そういう意味で懸垂の方が一度に鍛えられる筋肉が大きくて、その分バルクアップ効果が高い、そういう場合も結構出てきたりします。それに加えて懸垂の大きなメリット2つ目なんですけども、下半身がフリーになっていることでお尻の筋肉をしっかりと収縮させて懸垂の動作を行うことができるっていうところなんですね。背中の種目でなんでお尻の筋肉が出てくるのっていうふうに不思議に思う方もいらっしゃると思うんですけども、実はこの広背筋のトレーニングでお尻をしっかり締めてあげる、お尻の筋肉の力を入れてあげるっていうのは結構大事になってくるんですね。広背筋とお尻の筋肉、大臀筋っていうのは筋膜でつながってるっていうふうに言われてます。腰のところに胸腰筋膜という筋膜があって、その筋膜で広背筋とお尻の筋肉、大臀筋がつながってるっていうふうに言われてます。なのでしっかりとお尻の筋肉、大臀筋に力を入れてギュッと締めてあげることで、より広背筋も最後まで収縮しやすくなる、力を発揮しやすくなるということで、広背筋の可動域いっぱいまで使って鍛えることがやりやすいっていうのがこの懸垂のメリット2つ目になります。なので男性の方なんかで懸垂ができるだけの筋力がある方は、なるべくですね懸垂をしっかりやり込んでいただくのがおすすめです。実は他の動画でも解説したんですけども、ラットプルダウンの強さと懸垂の強さって互換性がなくて、ラットプルダウンがいくら強くなっても懸垂ってあんまり強くなってくれないんですね。なのでラットプルダウンでどん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 重量を上げて筋力を上げていけば懸垂ができるようになるかっていうと、全然そういうことではないので、なるべく男性の方なんかは
まあ、体重にもよるんですけども懸垂のねこう練習方法も動画で解説したようなやり方を駆使していただいて、なるべくね懸垂ができるように練習していただく、で懸垂をトレーニングに取り入れていただくっていうのがおすすめです。女性の方だとなかなか難しいとは思うんですけども、まあ、バンドを使っていただいたりネガティブリップをね活用していただいたりして、なるべくですね女性でも無理のない範囲で懸垂にチャレンジしていただくと、すごいね背中のトレーニング上手になるかなと思いますので、そういう意味ではね、こう懸垂が一度にこうたくさんの筋肉を使うことができるっていうことと、筋膜でつながっているお尻の大臀筋もしっかりと収縮させることで、よりですね広背筋にとってプラスの効果があるっていうね、このメリットが2つあります。まあ、ここまで聞くとですね、懸垂の方がラットプルダウンよりも優れているように思う方が多いと思うんですけども、ラットプルダウンはラットプルダウンでメリットがありまして、まずはラットプルダウンの方が細かい負荷の調整がしやすい、まあ、これは懸垂に比べて大きなメリットなんですよね。特にね女性なんかは、まあ、最初の方でも申し上げましたけども、まず自重で懸垂何回もできる方いらっしゃらないんですよ。まあ、それだけこう負荷が高い、負荷の強いトレーニングになってしまうので、トレーニング初心者の方ですとか、まあ、女性の方、あとは肥満体型とか体重が重すぎてなかなかですね自重の懸垂ができない方にとっては、無理のない負荷でしっかり怪我のリスクを減らしながら鍛えることができるラットプルダウンっていうのは、広背筋を鍛えるのに非常に効果的な種目、おすすめの種目になります。いくら懸垂がバルクアップ効果が高いからといって、怪我のリスクが高かったりね、まともなフォームで一回もできないのに無理やりやるとかね、そういうことを続けてしまうと効果が出ないどころか怪我につながってしまったりするので、なかなか懸垂が負荷が強すぎてできないよっていう方は、負荷の調整がしやすいラットプルダウンを使っていただくメリットっていうのは非常に大きくなります。そして2つ目ですね、ラットプルダウンは、まあ、体が固定されてますよというふうに申し上げました。体が固定されているからこそバーを引くというね動きに集中しやすいので、広背筋を使っているという感覚をつかみやすいというのも大きなラットプルダウンのメリットでもあります。背中って自分の目でなかなか見えないところなので、しっかり使えているかどうか分かりにくい部位だったりするんですね。まあ、なんとなくこうそれっぽい動きできてるけど、ちゃんとこう鍛えられてるのかどうなのかな、分かんないなっていうのが、こうトレーニング初心者の方が背中のトレーニングをしていてよく感じることなんですね。で、まあ、これは懸垂もよくあることで、ものすごい負荷が強いので、なんかこうものすごく疲れて全身効いてる感じはするんだけど、広背筋に効いてるかって言われるといまいちよく分かんない、そういう方が結構いらっしゃったりするんですね。その点ラットプルダウンの場合は体がまず固定されていて、ものすごい姿勢が安定しやすいというところと、適正な負荷をかけやすいっていうところで、しっかりと広背筋を使って引いてるなっていう感覚、広背筋に効いてるなという感覚が分かりやすい。なので初心者の方でもしっかりと広背筋を使ってウエイトを動かす、広背筋を使ってしっかりと鍛えるっていう感覚がつかみやすいっていうのが2つ目の大きなメリットになります。そして3つ目ですね、3つ目はアタッチメントのバリエーションが非常に豊富であるということですね。もちろん懸垂でもいろんなバリエーションもあるんですよ。重手で持つとか逆手で持つとか、まあ、あとはねこう特殊なグリップ使って両手向かい合わせニュートラルグリップで持つなんていうやり方もあったりするんですけども、ラットプルダウンの方がこのね手の、まあ、手幅とか持ち方のバリエーションっていうのがものすごい多いです。最近はラットプルダウンのアタッチメントがもう5個も6個もね置いてあるようなジムって結構珍しくなかったりするんですよね。まあ、それだけいろんな握り方とか手幅でトレーニングができるということは、ラットプルダウン一つでいろんなねバリエーションでトレーニングができて、それだけこういろいろね刺激の種類を増やすことができるというのが大きなメリットになります。もちろん懸垂でもいろいろねこうやり方のバリエーションっていうのはあるんですけど、もうまあ、そもそも負荷がめちゃくちゃ高いっていうところもあって、できる人は限られてるということもありますので、そういう意味ではラットプルダウンの方がより多くの方にしっかりとたくさんのバリエーションで広背筋を刺激することができるというのが、まあ、大きなメリットになるかなと思います。
ということで、ここまでですね、懸垂とラットプルダウンのそれぞれのメリットっていうのをご紹介してきたんですけども、それを踏まえての使い分け方ですね、私のおすすめの使い分け方をご説明させていただければと思います。まあ、今までねちょっとずつ説明してきましたけども、まず男性の方はなるべく懸垂ができるようにしっかりと練習をしていただいて、懸垂を広背筋のトレーニングのメイン種目にしていただけたらなと思います。やっぱりこの懸垂の一度にいろんな筋肉を鍛えることができる、お尻の筋肉も総動員して最大限に広背筋を使うことができるっていうのは非常に大きなメリット、買い難いメリットなので、なんとかですね懸垂が自重でしっかりとできるように練習をしていただきたい。でどっちが先かっていうのはあるんですけど、自重で懸垂がしっかりできるぐらい背中が強くなっている方っていうのは当然背中も大きいです。逆三角形のかっこいい背中になってます。逆三角形のかっこいい背中になっている方っていうのはだいたいちゃんと練習すれば懸垂できるようになります。自重での懸垂できるようになります。どっちが先かっていうのはあるんですけども、まあ皆さんですね、かっこいい体になりたいなと、逆三角形のかっこいい体になりたいなと思ってトレーニングされている方が多いと思いますので、最終目的がそういう逆三角形のかっこいい体っていうのであれば、ぜひですねこの懸垂が自重でできるように鍛えていただく、そこを一つの目標にして鍛えていただくっていうのがおすすめです。ただ懸垂だけだと種目数が少なくなってしまってね、1種目だけで終わってしまうので、それではさすがにね、刺激の種類が少なすぎて効率よく広背筋をね、背中を大きくしていくことができないので、懸垂の補助としてラットプルダウンをいろんなバリエーションで、ね、取り入れていただく、その目的に応じて取り入れていただくっていうのがおすすめです。なのでどっちがいいとかではなくて、どっちのいいところもしっかり取り入れながら一番効率のいいやり方っていうのを模索していただくっていうことになります。ラットプルダウンの、ね、バリエーションについてはいろいろあるんですけども、一番代表的なものを、ね、他の動画で解説してありますので、そちらを参考にしていただきながら、ご自身にとって必要な種目やり方っていうのをしっかりと、ね、考えながらやるようにしてみてください。ただラットプルダウンはこの体が固定されているという特性上ですね、ズルをしやすいんですよね。よくあるのが体を丸めながら腹筋の力で引いてきてしまうやり方とか、一見ですねちゃんと丁寧に引けてるように見えても体重を後ろにかける力を使って自分の体重をかけてウエイトを引いてきてしまうパターン、こういうパターン結構あったりするんで、しっかりと広背筋を使って引く、背中の筋肉を使ってストリクトに引くっていうところだけは意識をしながらやるようにしていただけると、より効率よくですね広背筋、背中の筋肉を筋肥大させることができると思いますので、参考にしていただければと思います。ということで今回は懸垂、チンニングとラットプルダウンの違いについて解説をしていきました。懸垂の場合は体がフリーになっている分、一度の動作でよりたくさんの筋肉を使うことができる、そしてお尻の筋肉もしっかりと締めることで筋膜でつながっているお尻の補助も借りて最大限に広背筋を鍛えることができるというメリットはある一方で、ラットプルダウンの方は負荷の調整がしやすくて、いろんな鍛え方のバリエーションがある、体が安定している分背中を使っている感覚をつかみやすい、そういったメリットがあるので、懸垂をメインにしつつも補助的に足りない部分をラットプルダウンで補うというような使い方をね、お勧めさせていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ミレジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいてチェックよろしくお願いします。その他にも概要欄に新商品の情報を記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。